どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、サカツクロードキューワールド、ガチャ引いていきたいと思います。はい。はい、アップデートが来て、SWCC が始まりましたと。うん。そして、まあ、次のレジェンドマッチに向けて、また例によってピックアップニュースカウントですね。うん。しましたよ。今回は、中央突破のフランスのキャラクター、選手たちですね。アントニー・マルシャル。フロリアン・トバン、うん、で、ナビル・フェキルと、うん、みんな結構アタッカー系ですね。アタッカーにフィニッシャーにフィニッシャーと、うん、まあ、今ある中央突破のフランスのフォーメーションコンボにぶっ刺さる系のキャラクターたち、うん、選手3人って感じですね、うん、はい、てなわけで引くぞ。まあ、これはやっぱりどうしてもね欲しいですから、うん、やっていく上でね、うん、レジェンドマッチをね。てなわけで、まあ、星5チケットと、ごめんね、星4チケットがあった気がする。4以上のチケット4枚あるんで、うん、こっから、行きます。じゃあ、星4を押す。押してくれ。こっち？うん。行くよー。頼む。いい人来い。星4の。いい人来た。やってみてくれ。じゃあ、いい人だよ。どう？うん、いい人ではあるな。呼んだけどな。見て、星4でしょ？いや、星4以上だから。あ、以上か。ここで星5を出してほしいんよ。あ、できることなら。健康とかね。うん。それは無理だ。無理なの？だって、うん、星4だと思ってた。なんてことだよ。あ、星4でしたね。まあまあ、ここはね、スマホゲームの星4以上は、星4だって。じゃあ、こっちちょっと引いてくださいよ、こっちさん。もうこれは星5確定でしょ、うん、こっち ?1 ずつで、お願いしたい。ここで出ればもうね。いくよ。はい。誰ですか？誰ですか？クルザは違う、惜しい。フランスだけど違う。惜しいらしいよ。はい、じゃあ次。もう一回。もう一回。ポチさん。よし。惜しいとこまで来た。惜しいとこまで来た。だから、来たよ。フランス人まで待ってるから。ああ。あ、ずれたね。ずれた？ずれた。じゃあもう一回行こう。戻るかな？もっとずれるかもしれない。でもフランスとスペイン近いから。じゃあ、うん。来い！来ると思うよ。あー、イングランド。離れちゃった。離れちゃった。惜しいな。じゃあ今度レオの番。オッケー。そうなるともう、ここの10連ですよ。うん、レオの番。行きますよ。10% で 2% ずつね。行くぜ。見せたるわ。こうやって出すんですよ。うん。トバンを。うん。いや？まあまあ、最初はね、星3、星4ぐらいからね。うん。どんどん上がって。始まってくるわけですけど。めっちゃ盛り上がって、こう。そう。こう盛り上がって。今フランスまで来たでしょ。チェッチェッって。で、このプロ意識が高い星4の出てもっとプロ意識が高いのが来ると、強い人が来る来ると思いたい4。さあ来いよ。あー、これも4、うん、来ないよ。いや、え、ちょちょちょい、あ、でもフランス人が来たから。あ、近づいてきて。この流れで。どう？一旦星さんが出た後で。2位。どうです？あ、ん？いやいや、まあ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 。待ってくださいね。うん、待って。これで、チケットがね、手に入ってるわけですよ。そう、これでね。手に入った。この最後の、星5チケット。うん。
これがなんと当たりになるはず。よし。いくぞ。うん。1枚。1枚。命をかける。さあ。はい。ここで、中央突破、左ウィング、EX 弾丸シュート、左ウィング。誰？違うよね、そうだよね。ああ。チェリセフだった。どっちが右ウィングだったら、合ってたのに。いやー間違えたな。いや、まあ、しゃあないな、うん、こればっかりは、うん、まあまたちょっとレジェンドマッチ今回は厳しくなるかもしれないけど、うん、まあ、引き続き楽しんでいこうと思います。他の選手は星5いっぱい取れたんでね、うん、戦力自体はアップしていくんでね、うん、はい、そんな感じで今回ここまでとします。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。